皆様、明けましておめでとうございます。2021年も本チャンネルをよろしくお願いします。新年の乗り始め、蒲郡線で吉良吉田に向かいます。なお、蒲郡から協定場前駅間は空気輸送。協定場前から西浦駅間は貸し切りでした。さすが、赤字ローカル線。車両の赤さは経営の赤さ。だから蒲郡線にはダイソーでも赤一色の車両しか来ない。いや、団体で1800来たよね。2000系も入線してるよね。吉良吉田駅で西尾線に乗り換えます。去年は普通に週1でやってたのが懐かしい。そういえば、今日の鉄旅はどういう内容で、その前にタイトル、他行ってみよう。新線加算運賃。新線建設に伴う設備投資、施設使用料、支払い利息など、設備投資額など資本費コストの回収に充てるために設定されている。名鉄では、豊田線、羽島線、空港線、北新線の4路線に設定されている。今回はその4路線を乗り鉄しながら、回収率を見ていきます。ただ、車窓動画はないよ。ということで早速乗っていきましょうか。ではまず1路線目。名鉄豊田線、名鉄名古屋から、自由、豊田市駅で乗り換えながら、赤池駅に向かいます。今頃ながら、地下鉄名古屋から、鶴舞線、豊田線で豊田市駅のルートが良かったかなぁ、と。自由駅で三河線に乗り換えます。蒲郡線ワンマンに乗り慣れてるので、三河ワンマンは違和感です。豊田市駅で鶴舞線直通列車に乗り換えます。欲を言うと名刺校舎が良かったなぁ。ということで赤池駅到着です。日進駅で最新の N3112 駅とすれ違ったような気がする。赤池駅から梅坪駅間 15.2km を結ぶ豊田線。1979年7月から加算運賃を設定。2019年度末時点の回収率は 48.7%。回収率は名鉄4路線の中でトップ。1年間の回収率伸びは約 1.22%。2006年に加算運賃が減額され、豊田線全線利用時の加算運賃は60円。よし、帰ろう。赤池駅着いて、そのまま折り返し、往復乗車券買ってるので問題ないです。豊田市駅で三河線に乗り換えです。蒲郡ワンマンの車両とは違って、車内が綺麗ですね。自由駅到着です。乗ってきた三河線列車は、自由駅で碧南行きになる三河線直通列車でした。名鉄名古屋駅に戻ってきました。乗り換え時間2分で乗車券購入して2路線目。続いて2路線目、羽島線に乗車します。まずは特急で笠松駅に向かいます。笠松駅で竹花、羽島線列車に乗り換えます。一宮駅あたりから雪が舞ってました。途中区間で貸し切り列車状態でした。羽島線の利用者数見れば蒲郡線と、広見線三竹ワンマン区間とほぼ同一なんだよな。まあ、竹花線区間なんだけどね。ということで新羽島駅到着です。海老名から新羽島駅間 1.3km を結ぶ羽島線。1982年12月から設定。2019年度末回収率は 7.6%。回収率は名鉄4路線の中でワースト。1年間の回収率伸びは約 0.2%。羽島線普通乗車券加算額は30円。さて名鉄名古屋に戻ります。滞在時間4分。帰りは吉良吉田経由だからね。サクサク行くよ。笠松駅で本線特急に乗り換えます。2200系乗車が多いな。名鉄名古屋駅に戻ってきました。残り2路線は北半島末端区間。名古屋から直通特急出てるし楽だよ。さて3路線目、空港線。ニュースカイ運転してれば楽なんだけどな。ちなみに新舞子駅で 1702F とすれ違いました。セントレア到着。人が少ない。常滑から中部国際空港 4.2km を結ぶ空港線。2005年1月から加算運賃設定。2019年度末時点での回収率は 19.6%。名鉄最新路線。1年間の回収率伸びは約 1.4%。空港線全線利用時の。普通片道加算額は80円。しかし、国際線全便欠航とはね。だから来たんでしょ。まあそうなんだけどさ。ちなみに、第2ターミナル到着ロビー。誰もいなかったです。UNON、そして誰もいなくなる。さて、長いしすぎた。名鉄名古屋に戻ります。ニュース会運転してればな。名鉄名古屋駅に戻ってきました。残るは北新線です。早速北新線に乗りましょう。今日初のパノスパです。パノスパって呼び方、電車で D で広まったってほんと。
厚森やってたら宇都宮駅到着。府木から宇都宮駅間 13.9km を結ぶ北新線。府木から上沼駅間開業の1974年6月から加算運賃設定。2019年度末の回収率は 19.2%。加算運賃設定は名鉄最古。1年間の回収率伸びは約 0.4%。北新線全線利用時の加算運賃は70円。建設時当時の計画通りに沿線開発ができていないため、資本費などコストの回収に苦戦している路線。よし、名鉄名古屋駅寄ってから帰ろう。乗ってきた編成で折り返します。今頃だけど、折り返しでもちゃんと改札機通ってるからね。名鉄名古屋に戻ってきまして、吉良吉田行き急行に乗車します。そういえば新安城駅頂上駅舎になってたね。吉良吉田駅で蒲郡線に乗り換えまして帰宅。お疲れ様でした。